カウ TV がお届けします社長室101。今回は福岡市博多区博多駅南に来ています。今日お尋ねする会社はある居酒屋チェーンを展開している会社なんですが、釣り船の中で釣りをしながら居酒屋を楽しめるという大変ユニークな形態の居酒屋のチェーンを展開している株式会社ハーバーハウス、その居酒屋チェーンの名前がこちら、釣り船茶屋ザウオというですね、福岡では大変有名な、居酒屋チェーンを展開している会社です。そちらの創業者で、現在会長を務めておられます、高橋典樹会長の会長室に今から潜入して、その創業の秘話についてお話を伺おうと思います。こちらです。ここにハーバーハウス入ってますね。失礼します。こちらですね。失礼します。こんにちは。失礼します。失礼します。この右手の部屋に会長がいらっしゃるとのことです。失礼します。高橋会長いらっしゃいますか。あ、本日はインタビューよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。第1問、体力には人一倍自信がある。早く悠々自適な生活がしたい。ユーモアがある方だ。社長業って難しい。自分よりすごい人はいない。10代の頃から社長になると決めていた。子供にも社長になってほしい。とっておきの殺し文句がある。ズバリ、異性にモテる。奥さんの尻に敷かれる方だ。子供時代は地味だった。テレビに出るのは割と好きだ。社員全員の顔と名前が一致する。生まれ変わっても社長になりたい。最後の質問です。今夢を実現している実感がある。ありがとうございました。